はい、どうも、さとちゅんチャンネルでございます。今回の動画はですね、ほんとね、前々からやりたかったテーマだったんですが、投資の鉄板、S&P500 と全世界株について、ちょっとお話ししたいと思います。これまでね、うちのチャンネルでは、iFree レバレッジ、ナスダック100、まあ、通常、レバナスと呼ばれるね、投資信託、これをですね、激プッシュして、この辺のメリットとかね、特徴とか、まあ、このあたりをお話ししてきたんですが、実はね、この投資信託、やっぱりね、投資に詳しい方から言わせると、やっぱりちょっとリスクが高くてね、初心者にはおすすめできませんよというような、まあ、ノリの銘柄でもあるんですね。まあ、その一方でですね、このレバナスの可能性非常に高いよということで、これをまあメインにしてもいいんじゃないかっていう方、おっしゃる方もいらっしゃる。うん。まあそれがね、実際どうなるかっていうのは将来になってみなければわかりませんが、やはりですね、あくまで投資の王道、鉄板と呼べる銘柄があってですね、これはですね、非常に多くの投資家から間違いなく、評価されている。まあ安全牌というかね、まあ定番と言いますかね。まあこれなら、間違いないね、というような投資銘柄でございます。二つあります。これはですね、EMAXIS SLIM。これ三菱 UFJ 銀行だったかな?がやってるとこなんですけれども、EMAXIS SLIM S&P500 と、全世界株、オールカントリー。うん。この二つ。まあ、こちらがですね、やっぱ鉄板ですね。まあなぜかというところをちょっとご紹介しましょう。まあその前にですね、この S&P500 と全世界株っていうのは何かと言いますとね、S&P500 に関しては、アメリカの株式、はい、上位500社に、時価総額加重平均型、つまりこの資産の大きい会社にはたくさん投資して、ちっちゃい会社にはちっちゃく投資するという、まあ株式、どっちとも株式ですけどね、株に投資するものです。個別株ではなく、いろんな企業をね、積み合わせパックにして、まあ、リスク分散。うん。まあ、投資の鉄板といえばね、一つのカゴに入れるんじゃなく、投資はね、一つのカゴに盛るんじゃなくて、いろんなカゴにね、こう分散して投資しましょう。それでリスクを抑えましょうということで、まあ、こういう投資信託っていうのはね、リスクを抑えるというのに、まあ、非常にこう、マッチしているというところと、手数料がね、めちゃくちゃ安いんですよ。手数料が。ほんとね、もう利益あんのかよみたいなぐらい手数料が安くて、大体投資信託っていうのは結構騙しが多くてですね、ほんと銘柄めちゃくちゃあるんですよ。めちゃくちゃあるんだけど、運用成績が悪い上に、手数料だけぼったくるというね、そういうね、恐ろしい銘柄のものもたくさんありますが、EMAXIS SLIM シリーズに関しては、まあ、ほとんどの銘柄、非常にその辺安くなっててですね、多くの投資家が、ここなら間違いないとおっしゃってるものです。その、まあ、ツートップじゃない?この、全世界株と S&P500 というのは。はい。で、まあ、S&P500 っていうのは、アメリカ株の上位500社を集めたものです。特に、アメリカの株式っていうのはもうね、生きております。圧倒的です。投資をするなら、米国株、アメリカ株。はい。もうこれ、当たり前です。もう日本の方が、日本の知ってる会社の方が安心だよね。そんなこと言ってる場合ではございません。はい。もうアメリカがですね、もう圧倒的な利益をもたらしている。まあ、得た利益をね、投資家にこの、ものすごく分散するんですよ。かつ、利益めちゃくちゃ上げてる。もうアメリカがぶっちぎりです。アメリカがここ、日本がこの辺、これぐらい差があります。その他の国がもうどっか、こんな感じ。つまりアメリカ一国独占で、その他、どうでしょうね。全部の国が束になってもこれぐらいしかないんですよ。こんなもんです。これぐらいの差。はい。で、このアメリカだけに特化した、なおかつ、トップ500社のエリートをえりすぐったのが S&P500 と呼ばれるものです。これが、かつ、手数料安く運用することができる。利益の高いアメリカ株を安い手数料で運用しますよというものが
S&P500 なんですね。うん。かつですね、S&P500 っていうのは非常に運用成績がいいもので、イデコだったり、確定拠出年金ですね。あとは積立NISAにも、この銘柄あります。はい。投資会社によってはやってないかもしれませんが、SBI 証券とか、楽天証券だったらやってます。僕、両方ともやってます。はい。両方ともやっててですね、S&P500 は結構長く投資しております。はい。あ、全世界株もね、結構長くぶっ込んでます。ぶっ込みました、結構。うん、資産持ってる資産。オラーみたいな感じでね。ぶっ込んでますし、あとは、積立NISAでやってんのかな、この2銘柄ね。うん。でね、全世界株っていうのは何かっていうとね、これ、ほとんど全世界株、ほとんどはアメリカです。半分以上はアメリカじゃない？うん。で、まあ他にもまあ中国、日本、ヨーロッパ、インドとか、そういうそんなの、日本、ヨーロッパ、アメリカっていった先進国と、まあ中国とかインドネシアとかっていう、まあ新興国、インドとかね。うん。まああと日本とかね。そういったのはもう全部の世界に分散しようというものでございます。はい。先ほどはアメリカ。まあ、イケイケのアメリカ。これは間違いないよねっていうアメリカだけど、でも、アメリカもさ、戦争するかもしれないじゃん。一国に任せるっていうのはリスクだよねっていうことに対抗してできたのが、全世界株式です。はい。全世界株式、オールカントリーと言われるものですね。これっつのメリットっていうのは、運用実績は、あまり、S&P500 には負けます。負けますし、ボラティリティっていう値動きも激しいです。これやっぱ新興国も入ってるんで、S&P500 みたいに安定してないです。で運用成績悪い割には、値動きが激しいです。はい。という問題点はあるんですが、メリットもあります。この値動きの激しさを利用してですね、積み立て投資でやるときなんかは、値段が高いときは、ちょっとだけ買う。安いときにたくさんまとめて買うというドルコスト平均法のメリットを享受することができます。はい。それでですね、トータルの運用成績を上げるということもできるんですね。あとは、何せ、全世界っていうことなので、まあ、日本も入ってますよ。で、安心すべき日本、ね、愛すべき日本も入ってますが、日本はね、あんまり正直生きてない。でも、もう投資家の間からは日本は結構見捨てられています。ところがですね、この先の未来、まだまだ僕らがね、ジジイになった時の未来はわかりません。ひょっとしたら日本がワンチャン逆転の可能性もあります。そして中国の躍進。ね、中国もこの後、中国もちょっと信頼できませんが、中国も躍進してくるでしょう。そして、アフリカだったりね、インドだったり、こういう新興国、これがね、この後テクノロジーの進化によって爆発的に進化していくんじゃないのかなと、これは皆さんも予測できるでしょ。だから、全世界株にも投資しましょうということでございます。なので、S&P500 半分、全世界株半分、この二つをね、主に投資していけば、まあまあ間違いのない未来がやってくるんではないんで、はないでしょうか。ね。これをね、日本株でやろうとすると、日本はちょっと、いやもうどう目に見えてダメだよね。でも、ワンチャンあるかもしれないけど、いやこれほんと沈んじゃったらどうしよう。あるでしょ？でも、まあ、この全世界株にはアメリカはある。中国ある。インドはある。アフリカもある。ね。韓国もある。日本もある。ね。ひょっとしたらワンチャン、一発逆転。あるんじゃない？ボラティリティもある。安い時にたくさん買う。高い時にちょびっとだけにする。ね。こういうドルコスト平均法のメリットをめちゃくちゃ活かす。なおかつ、EMAX Slim というね、信託報酬の安い、投資ができる。かつ、これを、まあ、NISA とか IDECO で非課税。ね。投資の利益の2割って持ってかれちゃうんですよ。20% 持って、100万円投資で儲けたっつったら20万円持ってかれて、80万円しか来ませんが、その20万円が、引かれずに済みます。その制度を使えばね。だから、この S&P500、全世界株っていうのはこういう税制優遇のメリットを生かすことができるので、これ2つやってれば、まあまあ間違いないであろうと。いうふうに言われております。まあ皆さんがね、まとまった資金がね、もしあるんだったら、
ね、そして今こうすっげえ働いててね、結構毎月も10万も20万もぶっ込まれますって方ね、もうコースなさってきますって方は、まあこういう投資の方が、まあ安心かなっていうふうに思っております。はい。これを伝えたかった。まあだってほら、レバナスばっかプッシュしてるとさ、なんか佐藤君もリスクの高いやつばっかりだって、なんか信頼できないみたいな言われちゃうのでね。はい。一応これ、こういう鉄板もありますよということです。で、まあ一応ね、投資の方法としては債券もね、ありますね。債券とか、あとは金とか、コモディティね。はい。こういったものに投資をする不動産とかね、ありますけど、今のところ株式。今株式。考えられるのは株式が、投資をするんだったらいいかな。うん。で、他のコモディティでやるんだったら現金を持ってた方がいいと思いますね。まあ、半分。半分は現金。半分はこういう投資。かつこの投資っていうのは S&P500 と全世界で分けてね。はい。この二つで持ってって、まあ、もし暴落してもね、まだ半分お金持ってるもん。大丈夫。逆にですね、この暴落した時にですね、この持ってるお金をちょっとぶっこんでね、まあ同じ金額になるように、まあ調整する。はい。うん。例えば、まあ500万、500万当ててね。はい。これが250万暴落しちゃった。そしたらね、こっちのお金をこっちにちょっとぶっこんでみてください。はい。そうするとですね、安い時に買うことになるんで、この先の将来上がった時にこれがバコーンと膨れ上がってウハウハになります。はい。なぜね、そんなことが言えるかというと、世界の、って、世界って成長してるんです。結局。まあ、新興国、ほら、世界を100人の村に例えてみたっていうふうな話、ありますよね。例えば、ね、100人のうち何十人が食べ物に困って、ね、教育も受けられないよっていうね。これ、池上彰さんがよくやってるんだけど、ね、定期的に。10年前の100人に例えてみたっていう世界は、もうほんとね、8割とか9割の人が、なんかまともに食事にありつけなかったりとか、まともな教育を受けてなかったりっていうのがあったんですけども、今、それがですね、半分以下に減ってるはずです。もうちょっと減ってっかな。で、かつて、まあ、裸足で歩いてた、食べ物もなかった人たちは、靴を履いて自転車に乗ってブクブク太ってる暮らしをしてるね。かつて自転車に乗ってた人はオートバイに乗るようになったね。オートバイに乗ってる人は車を持てるようになったね。ボロっちい家がね、タワマンに住むようになったみたいな感じでですね、実は世界豊かになってます。なんでか、まあ、一つは人口増加、あとは人間の欲望でございます。欲があるから、やっぱり人ってね、努力したり改善したりする生き物なんです。そしてテクノロジーが進化してる。ハイテクね。これがですね、新興国を爆発的に、豊かにしてる。まあ、原動力になってます。特に今、アフリカなんかは、なぜ急速に進歩してるかって言ったら、インフラが整ってない。日本の場合はもう既得権益があって、例えばドローンの配送なんかもできないでしょ？ね。そうすると、新規事業が参入できない。だから日本の経済っていつまで経っても伸びない。けれども、アフリカとか何にもないから、もう最新のテクノロジー、バンボカ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 投入してですね、もう携帯とかスマホとか普通に持ってんですよ。逆に日本よりも。それで決済やったりとかするもんだから、まあ銀行なんかもなくても全然そのお金のやり取りができるよとかね。はい。で、まあ、それで紐づけてね、あ、この人は優秀な人だな、この人はちょっと危ない人だなっていうのをこう、管理できたりして、ハイテク技術をいち早く導入することができるということで、今アフリカがめちゃくちゃね、若い国、若いんでね、平均年齢も若いので、これから発展するんではないか。そして今そのテクノロジーの進化で、これまで死んでた、ね、アフリカの人たち、医療の進化、すごくてですね、長生きするようになってきた。で、しかも今ね、平均年齢が若い国。ということなので、まあ、これから先可能性があるんではないのかなって、こう注目している。ということで、世界的にですね、まあ、経済っていうのはどん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 大きくなっていく方向です。でも、残念ながら日本は沈みゆく。沈んでます。もうほんと、ダメです。もう、既得権益の塊でですね、新しいテクノロジーが参入できない。どんどん沈む、こっちかな？どんどん沈み、右肩下がりになってます。はい。ね、そういう日本に私たちはいます。ね。じゃあどうするか。世界の旨味の恩恵を投資で得ましょうねっていう
という話でございます。だから投資をしましょうねということを私再三申し上げている通りで、申し上げております。ね、そこで不労所得を得て、せめて僕らだけでも豊かに生きていきませんかっていう情報をですね、うちのチャンネルで常々発信しているわけでございます。ね。まあ、こんな感じのね、お話を、ま、こう、常々しておりますので、まあ、よろしければですね、この機会にチャンネル登録していただけますと幸いでございます。というわけで、今回はですね、投資の鉄板、S&P500 全世界株についてお話ししました。忘れてなかったら、説明欄にリンク貼っておきます。はい。